お皆さん、こんにちは。しんこと申します。さてと、今回もやっていきましょう。いや、前回面白い感じになったからさ、今回もぜひとも面白い感じになってほしいなーなんていう淡い期待を持ちながらやっております、しんくでございます。いや、前回マジでも結構なんだろう、展開的にはよ、いい成績のスコアが出たってわけじゃなくて、展開的に面白かったんで、とても良かったなと思ってますよ。いい盤面ができたわけでは決してないんですけどね。うん。だけど、面白かった。ぜひともね、まだ見てねえやって方、ぜひともね、見ていただければなと思いまーす。と、まあ、珍しく宣伝も挟みつつ。あー、落ちて、そこじゃないんだよ、欲しいのは。よいしょ。あ、でもね、やっぱね、こう毎回できるね、タイミングがあるわけじゃないんですけども、でなくてもやっぱやると楽しいね。とても楽しいね。OK。ポンポポン。エヴァさん、いろいろ動画を上げさせていただいてさ、心ないことをね、言う方もいらっしゃるとは思うんですけどね。そう。下手くそじゃねえっていう人いるんですけども、わかってます!下手くそなんです!だけどゲームは楽しいからやるんですって私は思ってるタイプなんですけど、まあまあ多分そういう方ってね、多分不特定多数の人に言ってるんだと思うんですが、へこんじゃう人もいるからね、やめてあげてねってたまに思いますけどね。ジンさんはどちらかというと何クソって思うタイプですね。じゃあその人に下手くそというそのあなたの饒舌うまいプレイングをぜひとも見たいなって私は思っちゃうタイプなんですけど、煽っちゃうタイプですからダメなんですけどね。みんなにね、モデレーターの方にね、やめなさいって怒られます。やめなさいって大人げないよって言われて怒られた。いや、本当にね、うちのね、モデの皆さんはね、私のことよく分かってらっしゃる方が多くてね、ちゃんとね、制御してくれる方がたくさんいらっしゃって、本当にね、毎回感謝しております。やめときなって言ってくれるの。そう。でも何クソってなっちゃうからね。だってシンクさんだって人間だもの。人間だもの。よいしょ、バイーン、バイーン、よいしょ、くっついて、よっしゃ、くっついて、てんてんてん、海のり、ごはん、オッケー、いい感じ、いい感じ。よいせ。どうしようかな、こっちで作ろうか、こっちで作ろうか、どっちで作った方が賢いんだろう。予定はこっちで作ろうかな。じゃあヒューンこっちで作るって言って、結局こういう小物が多いからどんどんくっついてね、左側でできるんだよね、こういうのね、知ってる。で、しぐさみたいな複数あれみたいな状態になるんだよね、こういうのね。うまいことね、噛み合えばね、そんな、なんかいっぱいいっぱいってなることはないんだけど、なかなか噛み合わないんですよね。ほら、いつの間にやら反対側でもできていくわ。
下になんかいっぱいあるな。なんだありゃ。さあ、ゴロンと一周しましたよ。ゴロンと一周しちゃいけないのよ。ゴロンと一周しちゃいけないのよ。言ってたらちゃんとしっかりフラグ解消するんだもん。やめていただきたいわ。ちゃんとしぐさしっかりフラグ解消しちゃうんだもん。やめていただきたいわ、ほんと。そういうとこ。さあ、くっつかないですか、それ。それくっつかないんですか、その辺。このブドウさんたちよ。よ、よ。オッケー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 。めっちゃくっつくやん。いいやん、いいやん。いいやん、いいやん。めっちゃいいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。すげえじゃん。ひゃー。お。リンゴかっさらわれてた。マジか。思ってもないところからリンゴかっさらわれたんだけど。マジか。あれ？ここにリンゴがあった予定だったんだけど。リンゴどっか行っちゃったんですか？それは。ちょっと、いっぱい柿。いっぱい柿。ああ、もう、くっつかないのか。お、もにょもにょって動く。動くね。さあどうなる？無理だわ。無理だわ。もう収集がつかないもん。収集がつかないもん。そうだよね。さあ気を取り直して、もう一試合、もう一試合噛んだ。噛んだぞ。乗っかっちゃう。そういえばね、最近ね、ゲームのプレイステーション4のフェアリーテイルを遊ばせていただきまして、めちゃめちゃ面白くてさ、久々にフェアリーテイルが見たいなと思って、Amazon プライムとか Netflix であるだろうと思ってね、探していたところなんですけども、どこにもなくて。まさかのアマゾンプライムにもネットフリックスにもフェアリーテイルがなくてですね。まあ、D アニメの、D アニストアのところであるらしいんですけど、そう、てっきりあると思ってたからね、ちょっとショックだったっていうことがここ最近ございました。そうな、アニメもう一回見たいなーと思って、そう、検索、見ようかなーって頭から見ようと思ったらね、見れなかったんですよねー。今期のね、今期アニメも全然まだ見れてないのでね、ぜひともね、皆様のね、今期アニメこれ見てるよっていうおすすめがね、もしございましたらね、コメント欄お待ちしております。こんなの見てるよ、あんなの見てるよ。皆さん、今期はですね、あれなんですよ、薬屋の独り言とか、あの辺をね、見てるんですね。あとは、子供たちが見てるっていうのもあるんですけども、アーニャってなんだ、スパイファミリーか。とかをね、ほのぼの見ております。子供たちが好きなんでね、その辺はね、一緒に見てるんですけども。あ、くっつくかな？うわー、ちゃ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 。くっつくかなと思ったのに、くっつかなかったわ。もうその動きはないのか。なるほどなー。ありそうでないですね。なんでそこくっつかん？あ、びっくりした。やっとくっついたわ。くっつかんのかと思ったら。一応くっつきましたね。よかったよかった。
めっちゃでも綺麗になったな、下が。オッケー。お、ええ感じじゃない？わあ、びっくりしたー。やあ。やあ。やってきたのかい、君は。ああ、なるなる、そうなるよね。あそうなるよね。そうなるよね。そうなっちゃいますよね。さあ、ぐっとぐっと上がって、上がるけど、あ、無理だよな。そうだよね。ぐっとぐっと、上がるけど、どうしたもんかな。そうね。あ、そっちで。あ、ちょ、ミスった。ミスったよん。なんなんなん。やらかしちゃったのね。久々にククンって反対側に走らせてしまったわ。どうしましょう。いちごを入れて、そうか、やっぱ反応しないか。落ちないもんね。動く。よし。メロンまで来たよ。メロンまで来て。え、めっちゃでも盤面綺麗な方くない？ここ。あ、無理か。あ、でもいける。くっつく。プレイ！プレイ！幸せ。あー、無理か。その桃入らんのか。下のブドウたちが邪魔だもんね。いやー、接待はのふわーってなったもんな。あ、間違えた。けど間違えた。けどこれは間違いなんだ。さて、くっつくかな。さて。くっつく？よいせ。オッケー。これで、パイナップルまでできたから、パインまでできたから、もう一個、作らんといけんわけで。できたらなるだけそっちに行ってほしくないんやけど。そう。で、こちら。いちごね。OK。お、めっちゃいい感じじゃない？切れないですか？せっかくできたのになぁ。まあ、こういうこともありますよ。いや、私ありがとうございました。悔しい。